今日は2019年7月の11日です。今ポーランドからのお客さんを、迎えに行ってコインランドリーで連れて行ってきました。洗濯がしたかったんですね、富士ホステルさんが親切ですね。ご夫婦でやってるゲストハウスですが、街中にゲストハウスがあります。多分尾道で一番親切な、いいゲストハウスだと思います。お客さんをね、こう訪ねていったうちに連絡して案内してくれて、で、待ってる間もよくしてくれまして、非常に人柄のいい、よく頑張る人たちで、好感度がものすごく高いですね。他にもゲストハウスありますけどね、どういうんですかね、法人化したところとか、この町おこし的なところとかと違って、非常に純粋に、海外からのゲストに対して、すごいいいサービスを提供しておりますね。でところでこの尾道城なんですけどね、これを壊すことでここにうちの駐車場があるんですね。4台5台ちょっとそんなに置けないとこですね。これだけこれを使わせろということで、これをまあバーンと打ち壊してですね、新しい台を作って、で、これをドーンとこっちの竹やぶ、これもうちのスペースですから、ここ突き出して、で、重機を入れてガリガリガリってまあ壊すとか、まあそんな感じだと思うんですけど、駐車場ここ全部使えなくなるんですね。で当初は3ヶ月間いう予定だったんですけど、話が点々2点3点とし、6ヶ月ということになって、今度1年数ヶ月ということになります。1年数ヶ月ということは1年1ヶ月から1年11ヶ月まである、まあ大方2年かかるかもしれないという、その間ずっとこう駐車場を使わせる、で営業に支障がないようにやるという市の、担当、まちづくり推進課、それから建築課、土木課、建築課で市長じゃない副市長、全員が、支障がないようにやると言いました。でありえん話で、駐車場なくなる時点で支障がありますので、どうやったら支障がないようにできるかというところ話がスタートしたところですけどね、市長さんは支障はそれはあるじゃろうと言って、支障があるからそれからの相談だという、まあ要は予算使いたくないみたいですね。はっきりと物言いませんけど、まあ喋れる途中にはもう分かります。でも市のこの汚点ですよね、ここに立っちゃいけんところに建てたこのお城、ね、元のオーナーが、でその頃の市とのこの、まあ癒着じゃないですけど、まあ、関係、尾道の田舎町なそういうもんですよ。いろんなところで、まあ違法じゃないにしてもこう融通利かして、こう補助金をドカッとこう渡してみたりとか、まあ、そういうのは、ね、結構あるんじゃないか思います。このぐらいの規模の町、隣の福山とか、ね、三原とか行くとそういうのはあんまりないです。大企業がありますので、税収の、大半、まあ、3割とか半分とかいうのを大企業がやってるわけですから、そんな勝手なことしようたらですね、あれですけど、尾道には残念ながらそういうところがないんで、小さな、まあこの井の中の蛙ですね、この小さな町の中のところで、なんかどうだ俺の力は強いだろうって言ってる坊ちゃんの、年取った坊ちゃんがまあ一歩おるいうことですね、まあ、大したことないです。蹴って月まで飛ばし合いだけの話で、何ができるんかが圧力がまあいろいろこうありますけどね、それはもう尾道だけの話、全国的にこうテーマ足は何とでもなりますので、まあそんな街ですね。もっといいイメージのクリーンなイメージを作ってほしいですね、まあ街の人も自分に火の粉が言うあれがありますから何も言いませんからね。このお城は壊しゃいいですけどね、壊すそのつけというか、まあ、ある程度しょうがないです。隣でガリガリやるんでそこはもうしょうがないです。しょうがないんですけど、損失を出すわけにいかんです。みんな働いてますからね。まあ、当初はその何の補助もせん、支障のないようにやる言ってましたね。最初に支障がないようにやる言って、この階段は全く歩けん言って、でここに今燃料入れに車来てますけど、
この燃料入れる車ももう来れないって、もう風呂入れないということですね。支障がないように、素晴らしい発想ですね。で、どういう内容か聞いたんですけど、支障がないように、まあ、それ言いません、全く、4回聞きましたが言いません。で、5回目、6回目ぐらいで支障がありますということで、で、言い訳としては支障はあるんですけど、なるべくないように、やろうと思ってます。まあ当たり前のことなんですけど、だけどその支障っていうのがどのぐらいのダメージなんかっていうのを僕知りたかっただけなんで、いろいろ話をしてます。もう話にならないっていう、行政はね、もうちょっとこう何のために働いてるのか、皆さんの税金で、まあここは我が身のことだけかもしれませんけど、もうこれ街中全国でそういう問題起こりますからね。役所の人もやっぱり我が身っていうのが多すぎますね。ちょっとこう街のこと考えてやらんと。